井原市八五郎から1927年は主に埼玉県南埼玉郡北部に梨の栽培法を広めた人物であり、埼玉梨の祖と言われる。1854年に当時の武蔵国埼玉郡宇津村に生を受ける。1871年に群馬県瀬田郡大島村に赴く。その地で梨栽培に興味を抱き、梨栽培技術の研究に励む。 そして群馬県、千葉県で、それぞれ1年ずつ梨栽培の修行をし、埼玉県、畑良郡さんが尻村で8年、計10年間梨の栽培実地研修を行った。1876年11月、大里郡向川村で、梨栽培に専念、技術も進歩し、販売を行い収益も多く売る。この有利な事業を独り占めすることなく1881年には、 南埼玉郡大村及び、南埼玉郡三加村、南埼玉郡白官村、南埼玉郡江良村、その他各地の村々を回り、超重労、新中と呼ばれる品種の栽培を普及させ、梨栽培の有利性そして技術を伝えた。梨栽培が有用な事業であることが認識されたのは1910年8月の台風による水害時のことである。米や麦、 野菜などの作物が被害を受ける中、梨はほぼ被害を受けることがなかった。梨は当時効果に取引され、換金作物として地域に急速に普及していった。1927年に没し、その後、埼玉梨の元祖と称されるようになった。出生の別説として、市民農園区域に所在する梨の記念碑には、八五郎は安政元年に埼玉郡参加ソナあざ、 河野の大久保家左衛門の次男として生まれた、ともある、客中参考資料、ありがとうございます。